ねえマリサ、最近海上自衛隊の護衛艦が新しくなったって話を聞いたんだけど本当なの？ああ、本当なんだぜ。新しく護衛艦ミクマが就役したんだ。海上自衛隊にとっても大きな一歩となったことだぜ。そうなのね、その話についてもっと詳しく教えてほしいわ。わかったぜ。じゃあ今回はそんな霊夢と視聴者の皆様のために、海上自衛隊の新護衛艦ミクマ就任、従来と一線を画す新装備とは？と題して今回の話題について解説していこうと思うぜ。お願いね。それじゃあゆっくりしていってね。まずは今回の話題について改めて概要を振り返っていこうと思うぜ。ことの発端は3月7日、この日、海上自衛隊の新型護衛艦である最上型の第4番艦ミクマが就役したんだ。三菱重工業長崎造船所で同日、引き渡し式と自衛艦機授与式が行われたんだぜ。ふむふむ、もう4番目の最上型なのね。この最上型っていうのは、3900トン型の護衛艦のことだな。日本でも馴染みの深い大きさになっているぜ。で、この海上自衛隊の最新鋭の艦舶であるミクマは、去年の12月に就役した3番艦の能代と同様に、海上自衛隊佐世保基地の護衛艦隊第13護衛隊に配備されるんだぜ。長崎県の佐世保市に存在する護衛隊だな。なるほどね。ところで、この最上型って具体的にどんな役割を担うことになるの？主な役割は、平時の監視警戒だ。これは従来の護衛艦の運用方法と同じだぜ。外国の船がこっそり近づいてきていないかとか、海で誰かが遭難してないかとかを見張っててくれるってことね。それから、最上型に関しては、有事の際に対潜船や対空船、対水上船などにも対処できるようになっているんだ。これは多機能護衛艦、通称 FFM と呼ばれるもので、新しい艦種になっているんだぜ。何かあった時は、外敵から身を守ることもできるってことね、すごいじゃない。それから、海上自衛隊の護衛艦としては、初めて対機雷戦能力を持っているんだ。機雷とは、機械水雷の略、要するに海に設置されているタイプの地雷だと思ってくれ。海に散らばっている地雷に対して対抗できるっていうのは、確かにすごいわ。この高い性能や、あらゆる局面に対して対抗策を持っているという点が評価され、専門家の間でも話題が沸騰している機体なんだぜ。今後の日本の海を任せられる十分な性能があると言えるだろうな。最近は周りの国々の軍事力の躍進にも目を見張るものがあるものね。こうして強力な護衛艦が出てくれることはとっても助かるわ。でも、せっかく強い護衛艦を作っても数が少なかったら元も子もなくないかしら？それについても問題ないぜ。最上型護衛艦は年に2隻というハイペースで建造が進められていて、なおかつ当初は22隻が建造される予定だった。しかし、最上型は令和5年度計画艦までの計12隻で建造を終了し、昨年12月に閣議決定が行われた防衛力整備計画に基づいて、令和6年度計画艦からは最上型に代わって新型 FFM が計10隻建造される予定なんだぜ。年に2隻でもハイペースと言われるような護衛艦を10隻も、それなら問題なさそうね。そうなんだぜ。実際に新型 FFM の計画はすでに公に明かされていて、防衛装備庁が1月25日に公示した。新型 FFM に関わる企画提案契約の参加希望者募集要項に基づいて、海上自衛隊は同月31日、建造業者向けに令和6年度以降に建造契約を締結することを想定した。新型 FFM の企画提案要求書についての説明会を実施したんだ。この企画提案要求書に関する製造業者からの意見の提出期限は2月9日で、契約応募の締め切りは同月27日だった。この時説明会と応募の両方に参加した企業は、現在最上型を製造している三菱重工業と、ジャパンマリンユナイテッド、通称 JMU の2社だけだった。この2社から防衛省に対する新型 FFM の企画提案書の提出締め切り期限は8月31日となっている。要するに、この日までに新型 FFM の情報について何か発表があると思われるってことだな。日数で換算してみると、もう半年もないわね。それほど早い期間で日本の国防力に関する重大な発表があるかもしれないと思うと、なんだかワクワクするわね。そうなんだぜ。ちなみに、そもそも新型の FFM は最上型とどう違うのかという話についてなんだが、そもそもいわゆる旧型と言われている最上型でさえ、平成30年度以降の計画護衛艦としてスタートしたばかりで、まだ全然新しい護衛艦なんだ。そうなの？なんでこんなに早く新型を開発しようとしているの？
いくつか予想は立っているんだが、主な理由はおそらく設計面において重大かつ緊急性の高い問題点が見つかったこと、もしくは何らかの改善が必要になったこと、もしくは逆に、今までより防衛予算が多く得られるようになったことで、最上型で搭載できなかった装備品を新型 FFM に装備するなどしてアップデートすることだな。なるほどね、いい意味の予想も悪い意味の予想も両方立っているってことね。ちなみに、この改善点という面に関しては、実際の乗組員から指摘されているんだぜ。というのも、最上型の艦尾や構造物スカート、要するに物の下の方につける保護や覆いなどに水が溜まりやすいという指摘が、ツイッターでなされたんだ。これについて海上自衛隊の関係者は、その通りと内容を認めたんだ。その上で、装備に大きな変更はないが、改善点はたくさんある、と指摘したんだぜ。なるほどね。これらの改善点を全部直すとなると、それはそれでお金と時間がかかるし。それならどうせ防衛予算が増えるんだから、いっそのこと完全に新型の護衛艦を作ってしまおうというわけね。そういうことだな。他にも、別の海上自衛隊関係者の人は、さすが21年間同じ船を作り続けるというのは、今の技術的な進化のスピードに合わないんじゃないですかね。公募したけど結局三菱が今の FFM の延長みたいな船で取るのかもしれないけど、あっと驚く船が出てくるかもしれないし、可能性に欠けているのでは、とのコメントを残しているぜ。さらにさらに、最上型は細かな点で不具合が見つかり、修正変更を行っているようだ。筑後型でも初期型と最終型では、偽装に変化があった、と指摘。予算が増えることで未装備の VLS 垂直発射装置などの搭載は当然進められる、と述べた。さらに後部に搭載低スペースや扉があるため、軽船用のキャプスターン電動式巻き上げ機の機器室の配置に問題があると聞いている。と指摘している海上自衛隊関係者もいるな。こう聞くと、新型 FFM の開発は妥当な判断だったと思えるわね。そうだな、実際今回新たに収益されたミクマには、日立製のソナーシステムである OQQ11 が搭載されているんだ。これは対機雷専用の装備で、機雷が配置された危険な海域に侵入することなく、機雷を処理することを可能とする無人機雷排除システム用の無人水上高層帯、通称 USV と、無人水中高層帯、通称 UUV をそれぞれ一つずつ装備しているんだ。USV と UUV はどちらも従来の護衛艦にはない新装備で、USV は後日別途で装備することになるにしても、対機雷戦に関しては今までの装備と一線を画す画期的なものになっているんだぜ。なるほどね。地中に埋める地雷の方でも過去の戦争で多くの被害を出しているわけだし、同じことを海で行う機雷も同様に危険と言えるわ。それをソナーで回避して安全に処理できるというのはすごいわね。ああ、性能に関しても申し分なくて、JMU ディフェンスシステムズが改良試験を進めているから、万が一の事故も起きないように設計されている。実際に試験地で陸上自衛隊員が USV に同乗しているのが目撃されているぜ。それなら安心ね。有事の際に機雷だらけの場所へ向かうことになったとしても、安全を確保することができるわ。そうだな、それに、最上型は基準排水量が3900トンで、全長が133メートル、全幅は 16.3 メートルと、従来の護衛艦に比べてかなりコンパクトなサイズなんだ。それゆえに小回りも効くし、それ以上に大きいメリットが存在するんだ。それ以上に大きいメリット？この護衛艦はサイズが小さいことから、乗組員が少なくて済むんだ。朝日型といった通常型の汎用護衛艦の半分程度の約90人で最上型を動かすことができる。建造費も、令和元年度の予算で3番艦と4番艦合わせて951億円。これは1隻あたりでは700億円を超える朝日型の3分の2程度にとどまっているんだ。なるほど、サイズが小さいから乗組員もお金も少なくて済むし、性能も申し分ないから結果的に高性能になっているってわけね。それもそうだが、何より乗組員が少なくていいというのが大きいんだ。最近は少子高齢化が進んでいるだろ？その関係で人件費云々以前に海上自衛官が少なくなっているんだ。定員割れしてる状態が当たり前、といった状況なんだぜ。なるほど、そんな状況だと護衛艦一つ動かすのにも精一杯だけど、海上自衛官を増やそうにも少子高齢化という大きな壁には抗えない。だから逆に護衛艦を動かすのに必要な人数を少なくすることで問題を解決しようとしたってことね。そういうことなんだぜ。これを狙ってやったかどうかはわからないが、結果的に問題は解決しているし。
今後さらに新しい護衛艦を作ることになった際の参考になるかもしれないぜ。そう考えると、最上型の設計はかなり大成功だったんじゃないかしら？今後の国防に大きく関わってきそうだし、新型 FFM の運用にも大きく影響を与えそうね。そうだな、日本の軍事技術の発展を不安に思う人もいるかもしれないが、日本を外国から守るために行使する力であって、敵国を攻めるための力じゃない。それをよく理解した上で、自衛隊のさらなる発展を祝おうぜ。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録、高評価お願いしますね。それでは、皆さん、また次の動画でお会いしましょう。